日本共産党の佐々木健翔でございます。はじめにですね、この委員会が与野党の合意ないまま委員長の職権で立てられたことに強く抗議をしたいと思います。私たちは民主党小沢幹事長をはじめ承認喚問を引き続き強く求めていきたいと思います。提案されている法案についてですが、国会議員選挙の執行経費の基準をですね、約81億円 15% 削減、こういう内容で、中でもですね、投票所の経費、開票所の経費、これは2割から3割、かなり大幅に削減するという形になっております。で、総務大臣に最初に確認をしたいのですが、国政選挙というのは公平公正なものでなければなりませんし、有権者が投票しやすい環境を整える、これが選挙の執行経費の目的だと思いますが、いかがでしょうか。原口総務大臣。佐々木委員にお答えいたします。全くその通りだと思います。委員長。佐々木健翔君。具体的な事実を確認しますが、投票所の数、これ98年の参議院選挙の時と昨年の総選挙の時の投票所の数について、何箇所減ったのか、何パーセント減ったのか、これをお答えいただきたい。田口選挙部長。お答えいたします。全国の投票所につきまして、1998年、平成10年の参議院通常選挙と、2009年、平成21年の衆院総選挙におけます投票数を比較いたしますと、平成10年の参院選につきましては、5万3417箇所、平成21年の衆院選につきましては、5万飛んで978箇所。投票所の減少数といたしますと、マイナス2439箇所、率にしまして、マイナス 4.6% となっているところでございます。委員長。佐々木健翔君。この大変な減り方なんです。市町村合併が進められて以降ですね、投票所の数はどんどん減ってるわけですね。で、投票所が近くにあったのは、もう遠いところに行かないと投票できない。で、しかも98年からは、投票時間が2時間延長されているんです。ところがその中で閉鎖時間ですね、これを繰り上げて早めに閉めてしまうと、こういうところが増えておりまして、投票時に、行ってもですね、もう閉まって投票できないという例がですね、起こっております。で、事実確認ですが、98年の参議院選挙の時と2009年の総選挙の時にですね、それぞれ投票時間の変更を行っている投票所の数、それが全投票所に占める割合、これはどうなっていますでしょうか。田口選挙部長。お答えいたします。1998年平成10年参院選におきましては、投票所の総数が5万3417箇所でございまして、開閉時刻の繰り上げ、または繰り下げとなった投票所の数は、このうち2966箇所でございます。その割合は全投票所の 5.6% でございました。一方、2009年平成21年の衆院選におきましては、投票所の総数は5万トンで978箇所、これに対しまして開閉時刻の繰り上げまたは繰り下げとなった投票所の数は1万5415箇所でございまして、その割合は全投票所の 30.2% でございました。委員長。佐々木健翔君。これは投票所の閉鎖時間をですね、早めにしてしまったり、あるいは始まりを遅くしたりですね、そういう形で、その投票する時間を、そういう時間を奪ってしまうという形になるわけですね。で、それが98年は 5% 程度だったんです。今 30% を超えてるんですよ。で、こうなりますと、この配布資料を見ていただきたいんですが、これは都道府県別のものですけれども、全国平均で 30.2% ですが、都道府県によっては非常に高い比率のところもあるわけです。
でこういう状況ですとですね、これは非常に問題だと私は思うんですが、大臣なぜこんなにですね投票時間の短縮というものが行われてしまうのか、理由はどうなっているんでしょうか。原口総務大臣。投票所閉鎖時刻の繰り上げ等はですね、公職選挙法第40条第1項ただし書きの規定により選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り行うことができるとされているところでございます。で市町村からの報告によれば大体次のその繰り上げ理由を言っています。地域住民の生活パターンが早朝から昼にかけて投票が集中している、あるいは高齢者が多く夕方から夜間にかけての投票に危険が伴う、あるいは道路事情や公共交通機関の状況などにより夕方から夜間にかけての交通事情が悪いなどいう理由が挙げられているところでございます。委員長。再検証君。そういう理由は挙がっていても住んでいる方にとってはですね、それに当てはまらない方もたくさんいらっしゃるわけでありまして、そういう方々の投票時間を奪うという形になるわけで、これではですね、先ほど大臣がおっしゃったようにこの有権者が投票しやすい環境を整えるというのが総務省国の国民の権利を保障するものだと思うんで、それにこう逆行するんじゃないかと私は感じておりますが、しかもですね、この投票所の数、投票時間、これ自治体によってバラバラなんです。でこれ全国一律で本当は国政選挙ですから、皆同じ条件の下で投票するいうのが本来のものでなければならない。こういうですね、この時間も短くなりまたバラバラになるというのでは本来の全国一律の公平な権利というものが確保できなくなるという面があるのではないか、この点で大臣の感想を聞かせていただきたいと思います。原口総務大臣。佐々木委員とはかつて外務省の機密費で共同してやりました。だからというわけではございませんけど、同じ問題意識を私も持ってこの職になってすぐですね、この繰り上げ投票について厳正な対応をするように各選挙管理委員会に要請をすべきだということで、これ実際に要請をしているところでございます。また今委員がおっしゃるように本来全国一律で行われるべき国政選挙において地域によってこれほど差があるということはですね、私はその厳正な対応を本当にしているのかどうか、場合によってはその例えばチャレンジャーが出てくる市長選挙とかそういったもので、そうすると投票時間が長ければ長いほどチャレンジャーの方に有利になって現職が不利になって、有利になってごめんなさい、現職がそのために短くしているんじゃないかと、こういうあらぬ疑いをですねかけられるようなことがあってはならないので、今委員がおっしゃった問題意識の下で指示をしているところでございます。委員長。佐々木健翔君。今回のですね法案で提起されております、提案されております、投票所経費をこの大幅に減らすということが、そのことにどういう影響を与えるかという点を考えますと、私は非常に危惧を抱いております。逆行するというふうに思っております。でもう一つ確認ですが、今度は開票です。開票所の数字ですけれども、98年、それから09年、それぞれのですね数を教えていただきたいと思います。田口選挙部長。お答え申し上げます。全国の開票所の数につきまして、1998年平成10年の参議院通常選挙と2009年平成21年の衆議院の総選挙におけます開票所の数を比較いたしますと、平成10年の参議院選挙におきましては3400箇所、平成21年の衆議院総選挙におきましては2000トンで53箇所となってございます。委員長。佐々木健翔君。マイナス1347箇所で 40% 減ってるんですよ、開票所が。で、これは
市町村合併の影響もあるというんですけれども、この開票所の統廃合、それで投票所から開票所まで運ばなきゃいけませんから、遠くなりますから、でそのためにですね、投票時間を短くして、早く運んでいこうと、こういう影響が出てるんです。で、まあ、2004年以降ですね、開票時間の基準、これはどう変化しているか、お答えいただきたいと思います。田口選挙部長。お答え申し上げます。ご質問ございました選挙の執行におきます基準法におきまして、積算根拠といたしております、準備撤去を含みます開票事務従事時間につきましては、2004年、平成16年の参院選におきましては、6.5 時間、2005年、平成17年の衆院選におきましては6時間、その後、平成19年の改正を経まして、2007年の平成19年の参院選、および2009年、平成21年の衆院選におきましては5時間とされていたところでございます。今回の改正法案におきましては準備撤去を含みます開票事務10時間につきましては4時間に改正をしようとするものでございます。委員長。佐々木健翔君。これね、どんどん短くなってるんです、基準がですね。 6.5 時間から今4時間という今回ですね。で、これはですね、実態に即しているのかなと。で、私はこういう状況というのは、無理にやってるのではないか。で、この4時間というようなところに短縮するということになりますと、かなり無理が出てくる可能性があると思っております。それからこの自治体によってですね、この超過負担が生じるという場合もありますね。で、この超過負担が生じた場合にはこれ調整するという方はできるんでしょうか。大臣。原口総務大臣。お答えいたします。基準法第18条第2項に基づき、避けることのできない事故、その他特別の事情により基準額のみでは選挙等を執行することができない団体に対しては予算の範囲内で追加交付することができることとされておるところでございます。委員長。佐々木健翔君。その予算が減らされていくということになっていくわけで、開票をですね、迅速に行うというのは私はこれ当然のことだと思うんですね。合理的な方法をまた広めるということも必要だと思います。しかしですね、このコスト削減ありきというようなことで、このそういうものを目標にしてですよ、何時間だと、今度は何時間だという形でその資料を叩いてですね、煽るというやり方はいかがなものかと思います。で、やはり開票作業というのは正確にやるというのが大事なんですよ。で、民主主義の根幹ですからね、選挙の公平公正、これ損なわないようにするというのが大事であって、コスト削減があればいいというものではないと思います。その点での大臣の見解を聞きたいと思います。原口総務大臣。お答えいたします。開票作業は正確性はもとより、選挙の管理執行についてはその全般にわたって異論のないよう万全を期すことが極めて重要だというふうに考えています。やはり信頼性ということが大事で、そのコストの追求ありきのことは委員がおっしゃるようにいけないと思います。ただ先ほども例えば ODA の時一緒に調査しましたけど、それまでは ODA というのはやはりアンタッチャブルというか手かけちゃいけないことでした。だけど選挙費用といえども一人時給1万いくらですよ。2万近い時給をもらってオンラインを管理している人がいたり、やはり普段な見直しというのはこれも必要なのでご理解をいただきたいと思います。委員長。佐々木健翔君。無駄な部分については、メスを入れるのは当然だと私は思います。ただ時給が1万1800円ですか。なんかそれはごく一部の例だと私も言いますよ。実態をいろいろ聞いてみますとね、なかなかそんなみんなそういう状況ではありません。で、しかも職員は非常に短い時間の中で、圧縮して作業させられるというようなこともあり、またいろんな形で、外注をするというような状況にもなっていると、こういうことですのでね、正確にこれはただなんか特殊な例をこう煽るのではなく、実態を調査した上でですね、本当に経費削減がこんなにあっていいのかどうかと、それから正確さを損なわないかどうか、
こういう点をですね、ぜひ調査をしていただきたいというふうに思います。で、今回のこれだけの大幅な削減というのはなぜこうなったかというと、事業仕分けの評価の結果なんですよ。で、この時の議論はですね、経費削減には投開票の時間をもっと削減すべきだ、でこういう経費削減のために時間を短くせよと、これを先行させるという議論がかなり乱暴な本末転倒な議論だと思うんですけども、こういうものが非常に多かったんです。で、同じ総務省予算でも、私はもっと別な場所にね、いろんな事業仕分けの対象にすべきものがあるのではないか、何もこんな投票のですね、公平性を求めるような部分に、切り込んでいく、無駄があれば当然やるべきだとは思いますけれども、こういうこのコスト削減ありきとか、時間を短縮すればいいとか、というようなことをね、あまり、強調しすぎると、マイナスの方が大きくなると私は思っております。例えば総務省予算でいうとですね、政党助成金、これはですね、320億円ですよ。で、この政党助成金は政党事業仕分けの対象には全然なってない。で、我々は政党助成金を廃止すべきだと思ってます。もらっておりません。企業団体献金も廃止すべきだ、すべて個人献金に、基づくべきだ、そういうふうに思っております。で、例えば政党助成金を減額するというようなこともですね、あり得ると思います。なぜかと言いますと、使い残して毎年50億とか100億円というのですね、これを積み残しているという実態があるんです。で、以前にも私は総務大臣、前の総務大臣に質問しました。こういうものについては、一体そのそういうものをですね、国庫に返納することを命ずることができるのは大臣の権限なんです、法律上。そういうこともしっかり検討してですね、これは残ったら、国に返還すると、そういう姿勢をぜひ示していただきたいと思います。原口総務大臣。お答えいたします。今回ですね、この選挙経費だけを削減したわけではなくて、2月に使い切りを許さないという指示をいたしました。総務省予算だけで、年度末になったら予算を全部使い切ると言ったことではなくて、逆に、不断不急 その削減努力をして余してください、そして余したものについてはそれを全額また、財務省等に召し上げて次の予算が減るというような、そういう悪循環をしないということで、今年ですね、私たちは1000億総務省だけで予算の削減ということができたわけです。使い切り予算だけです。で、今おっしゃる政党助成金については、これは民主主義の規範、あるいは基盤に関わることでございますから、各党各会派でご議論いただくということが基本だと思いますが、今委員がおっしゃったような残ったもの、このことについてどうするか省内で検討してみたいと思います。委員長。検証君。今回の法案でですね、投票所の経費、開票所の経費、かなりこれは2割3割の削減になっておりまして、これは選挙の公平性、公正性をですね、担保できるのかなっていう、私は不安を覚えるわけです。で、したがって今回のこのやりすぎの削減には我々反対であります。前回はですね、扶養額というのがありまして、実態に合わせるという法案の改正がありました。その時は我々賛成しました。ところが今回はそこからさらに削減をすると、これはマイナスの影響が大きいというふうに判断をいたしました。他にもいろいろ議論をしなきゃならない課題がたくさんございます。従いまして、今日この法案をですね、直ちに採決などという声が与党から上がっておりますが、絶対に採決をせず、引き続きですね、これは質疑を続けるべきだということを最後に申し上げまして、質問を終わります。